大島にやってきました。こちらにあるのが最高級の花崗岩、大島石。ここ、しまなみ海道の北側のエリアで採掘されています。その始まりは江戸時代。古くから建造物や墓石に使用されてきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回案内してくれたのは、大島石を販売する高橋義光さんです。大島石っていうのはどんな石なんですか？大島石っていうのは、一般の方でも分かりやすく言うと、国会議事堂で使われてたりとか、愛媛県で言うと県庁に使われてたりしてるんですよ。大島石は風格気品があり、高級石材として全国に広く知られています。大島石はすごく硬いですね。まずはで、あとは青みがあって長持ちするっていうのが一番特徴ですね。美しい。もうかなり美しいですね。かなり誰が見ても美しいと思います。で、今日は大島の山で採れている採掘現場、そこから石の加工までを見ていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず訪れたのは、高橋さん、こちらは、こちらが、大島石を山から外して原石の状態を持って帰って、皆さんの手元に届く製品を加工する加工場です。こちらの加工場を運営する村上さんに早速中を案内してもらいました。すごい、結構大きな音がしますね。そうなんです。これは板材っていうね、はい、神社とか、お寺とかの参道に使われとる石なんですけど、わざとこういう風にガザガザにしとんは、参道の地面に積んで滑らないために。ああ、本当だ。ザラザラ。これはあえてのザラザラなんですね。そうそう。この加工はイシャン仕上げという伝統的な技法で、自然な風合いに加え滑り止め効果もあり、幅広く利用されています。年間およそ5000枚もの注文が入りますが、1枚完成するまでなんと3時間。やけん本当に1日、5枚ぐらい作るのがもう精一杯ですよね。はい、もうこれからはもうしっかり踏みしめて歩きます。ところで、石を切断するこの刃には、金属の中に人工ダイヤが入っとってですね、でそれで石を叩きながらこう切っていきよるっていうイメージですね。ダイヤ、ダイヤ、人工、石より硬いのがダイヤなんで贅沢な感じ。そうそうですね。一方、彫刻は細かいガラスの入った砂を勢いよく吹きつけているんです。私も体験させてもらいました。引っ張ります。お、あ、わー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 、文字ができてる。じゃーん、完成しました。せーのと彫ってみました。初めて電車は上手ですね。本当ですか？わー、やった。これがまたお墓の漢字とかになった時、絶対難しいですね。そうですね、はい、ぜひ会社の前に置いておいてください。はい。工場見学に続いては、大島石の採掘場です。うわー、すごい迫力。そうですね、スケールが大きいですね。高橋さん、こちらは、こちらが大島石を、山から剥ぎ取って、原石を採掘する最前線になります。小田さん、お願いします。はい。あ、こんにちは。よろしくお願いします。現場責任者の小田玲二さんです。すごい高さですね。そうですね、もともとは上からこう山がありまして、この辺も全部ありました。え、じゃあ地面は高さだったってことですか？そうです。へー。およそ60年かけてこの深さまで掘り進めてきたそう。採掘にはまず四方を切り出し、そこを火薬で爆破して地面から離した後、適当な大きさにして運び出します。あの石を前に引っ張り出す作業をしてます。重さはなんと100トン。小田さんの合図で重機が近づいていくと、次の瞬間
の作業に2週間ほどかかるそうです。あんな大きな石があったらめちゃくちゃお墓取れますよね。でもまあいろいろこの傷とかこの白い帯ですよね、帯って言うんですけども、こういうやっぱお墓にならないような石もあるんですよ。でそれを省いていって大体 10% から 20% ぐらいですね。燃料高騰とかで燃料代とかも上がってますんで、まあ、年間約いろいろ社員の給料とかも含めて2000万から3000万ぐらいかかります。経費がかさむ一方で、お墓の需要低下や外国産材の進出などで大島石の採掘場は現在では17社と、ここ30年ほどで3分の1に。中でも今の課題は現状でいうと、やはり後継者不足で閉じてしまった山もありますし、ずっと今日見てもらった場所でもそうなんですけど、まあ、僕らでも今年39なんですけど、まあ、これでも若手になるんですよ。でやっぱ60歳が来てもやっぱ現場に立って採石してるっていう方もおられるんで、後継者不足に悩まされる伝統産業、守るっていうのもそうですし、一つ一つ、まあ、伝統が崩れないようにっていうのは目標にはしてるんですけども、この仕事っていうのは特殊ではあるんですけど、やってるからには閉じてはいけないことだとは思うんで、まあ、あとは支えてくれる人がおる限りはやるしかないですね。それでも愛媛が誇る大島石を守り抜く覚悟です。